Welcome to Globalize. 私はマネックスグループのイエスパー・コ c ルです。今日のテーマは、東ーバ対外国のアクティビスト。どうでしょうかすごい話題になったんですね。やはりトシーバ、東ー日本の本当に歴史が長い、日本のトップカンパニーとして外国のアクティビストに随分負けた。 もちろん、これはどういうことであるか、悪いことであるか、いいことであるか、実は私の目から見て、これは当たり前のことであると。どういうことやはりいろいろなガバナンス的な問題が、都市場と、あの、外国の投資家と、そのことに起こったわけなんですけれども、でも、一番大切なことは、 今3、4年間ではガバナンス問題よりちゃんとした経営戦略は残念ながら都市場のリーダーシップの方から一回も見せてくれなかった。これはどうしてもですね、外国の都市化だけではなくて日本の都市家もそうじゃないんですか。やはりその会社には投資すると何が知りたいか一番知りたいのはよし 会社の未来、どうやって、あの成長投資でやってくれるか、これは一番大切なことである。と、残念ながら、都市場の CEO、都市場の経営者か、今、3、4年間では一回も信頼できる、ドラスティックな成長戦略は見せてくれなかった、ということであるわけなんです。と、これは考えていただきたいんですけれども、 トシバは日本のトップカンパニーであるはずなんです。トシバはグローバルなテクノロジーのトップカンパニーであるはずなんです。でも、今3、4年間ではやってくれたことはトップカンパニー全然らしくはない。特にテクノロジーの分野では今世界の舞台ではこれは天国なんですよ。 どうしても大きな成長チャンスはたくさんあるわけなんです。ところはグローバルプレイヤー、サムソン、あるいはレノボ、あるいはシーメンス、他のグローバルなテクノロジーコングロメラートはちゃんとした成長戦略はちゃんとやってくれるんですよ。と実は日本のテクノロジーカンパニーも面白い成長戦略はたくさん見せてくれるわけなんです。 これはソニーさんであるか、ひたちさんであるか、富士通さんであるか、イビデンであるか、JSR であるか、パナソニックであるか、どうしてもですね、都市場のリーダーシップは、比較的には非常にスリーピー。もう、本当にやる気があるか、本当に野心があるか。そういう観点から見ると、もちろん、 今最近は起こったものは大きなショッキングとドラマティックな変化なんですけれどもでもこれから一番知りたいのは都市場の CEO、都市場のリーダーシップはどうやって都市場のリーダーシップを作ってくれるかどうやって都市場は先行投資、成長投資どうやってやってくれるかこれはガバナンスより成長戦略は大切なんです その観点でやると、実はマネックスグループのカタリストファンドは非常に面白い。カタリストファンドはもちろん経営者たちと対話するんですけれども、でもこれは株主還元。 やっぱり増配やってくれるか、あるいはあの実写株買いがやってくれる、そういうことだけではなくて、やはり経営者との対話が会社の成長戦略、会社の未来はどうなるか、どうやって成長投資できるか、その対話をしますと、とそうすると会社と株主者は、やっぱり一つの会社のために面白い、 明るい未来のために働いてるんではないかということがあるんですよ。これも、これから、豊島の新しい経営者、新しい豊島のリーダーシップには、ぜひ、やっぱり、フォークスオン・グロース・ストラテジー。やっぱり、成長戦略には、フォークスすると、そうすると、間違いなくて、豊島の未来は、やっぱり非常に明るくなるんではないかと思います。 私はマネックスグループのイエスパー・コールです。グローバライズでした。よろしくお願いします。